ずっとニートやばいよね。限定色だ、もったいない。あ、限定色つけちゃった、もったいないもったいない、もう一生買えないのに。なあなあ、大丈夫、ありがとう。やばくない？メール見た？やばいっしょ。もしやし、やばいです。なんかさ、いや、メイク落としとさ、いつもこれだったらしく、日焼け止めとさ、あとさ、洗顔がさ、なくなってさ、でさ、あと食材を買った。食材って言っても、あのさ、去年めっちゃメールに送ってたやつ、去年で読んで、めっちゃさ、去年からネットでめっちゃ、ちょっとこれは置いといて、このシリーズめっちゃメールに送ってた気がする。いちご、杏仁豆腐、バニラアイス、抹茶、あ、リップ落ちた。これを買った。飲み物もなくてさ、家に。行ったらやばくて歩き方やばくてメール送った。プリン激甘だった。嘘、プリン食べたことないっけ。プリン、かき氷あるの豆乳、そう、なんかね、練乳風味。何、美味しそうだな。バニラアイスも、いちごも抹茶も美味しそう。でも全部美味しそうなのを選んじゃった。ありがとうございます。Thank you, ハート。美味しそうでしょ。去年の
んかめっちゃ凍らせたのメールに送ってた気がする。今飲んでるのはセブンでさっき買った。あの腰に当てながらずっとこうやって帰ってた。なんかね、普通の豆乳のさ、無調整豆乳さ、去年からずっと冷蔵庫にある。無調整豆乳ってさ、凍らせて飲んだらさ、ちょっと私はちょっとやめちゃったの、途中最初の一口で。でもう一個買ってあるのが去年からずっとある、このシリーズ。味なんかこういう系は多分ねいける。バナナとかコーヒーとか去年買って食べてた。あやたかの大きいの買った。でも重いの持つと野球やばいんだよね。なんか本当に家帰れないと思った今日。リアルにマジでも終わったわって思った。今日家帰れないわって思った。階段とか絶対ない。そう、なんか昨日さ紹介したカメラでさ、コメントでカメラで撮ってって送ってんだっけ、なんか来ててさ、なんか撮ってみたの意外とよくてって自分でなんかやったのをなんか絶賛するようであれだけど、なんかメールにいっぱい送った自撮り。なんかさ、スマホのアプリとかよりもなんか好きだわ。あら、ありがとう。あら、あら、センキュー、ありがとうございます。あら、バラバラ。さ、ショールームさ、なんかギフトくれる人とさ、何のギフトくれるとかさ、どのタイミングかっていうのがさ、ある程度なんかみんな一緒なんていうの、ルーティーンじゃないけどさ、なんか面白い。なんか昨日も例えばその前もなんか、このタイミングこの人の後だなとか、これだなみたいな。なんかさ、配信の時間とかさ、時間んタイミングとか違うのにさ、なんかそんな気がする。ハートあり
ありがとう。ハートもう一個来た。ありがとう。可愛いもありがとうございます。乾いたのにまだ だんだん薄くなってきた気がする。最初めっちゃ濃かった気がする。あとでレモン つけたそっかな。ありがとうございます。そう、私も椅子ダメなんだよね。え、ゲーミングチェアってどう思う？今日ゲーミングチェアガチでお店の前でね見てた私。本当になんか本当に悩んでるぐらい、ちょっとあのゲーミングチェアマジで結構なんかでも 1、2年前ぐらいに買おうとして、でもまあちょっとお金ないしやめたんだけど、なんかもうそういう問題じゃなかったの。もうなんか体がやばすぎてマジで。でもさ、ゲーミングチェアにもさ、なんか良し悪しっていうか、なんか違うじゃん。その中でも何がいいのって感じ、何だろうって感じです。ちょっと調べよっかな。10時だ。10時やで。10時やで。なんか今日髪明るく見える。気のせいかな。今日はリングライトがないので目が死んでます。ドラマ見たい。明日用事あるから明後日病院行きたいと思います。皆さんありがとうございました。バイ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 。